演舞開演。どうも、本日はこちら山崎のお好み焼きバーガーを食べたいと思います。なんか何でもかんでもバーガーにすればいいっていうものがないような、でも美味しそうな雰囲気はありますね。まさにお好み焼きですね、見た目は。ではいただきます。同じすぎて分かりません。全部小麦粉です。ソース、マヨネーズ、鰹節の風味が効いていて美味しかったのですが、いかんせん上下も中も小麦粉なので全部が混ざってしまって、お好み焼きの要素は一体どこにというような印象になってしまいました。全部が同じになるより、どこか一箇所違う方がより存在感が際立つのだと思います。次はその点にも留意してほしいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。